もめっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということでね、えー、もうね、メッセージね、はい、23歳のね、ちょっとね、誕生日ということでね、はい、皆さんね、ちょっと祝っていただきたいです。はい、ということでね、えー、今日もやっていくんですよね。で、えー、今日はね、ちょっとね、あのー、犠牲者のね、えー、森田君、はい、森田君についてね、今日はね、ちょっと、ね、話しこうかなということで、ね、えー、森田君がね、えー、ちょっとね、 えー漏れはい、もうドラフトねか、えー、かんのはねもうほぼね確定ちゃうんかって、ね、言われとったんですけど、えー、外れてしまったまあそれについてね、えー、ちょっとねいろいろね話していこうかなということで、えー、まずねこの森田君がね、まあ、外れたね、えーまあ、一番大きいね原因として、えー、まあその実力不足とか、まあ、そういういろいろあるんですけどまあ一番最初にね大学進学をね希望したっていうのがね、えー、まあこれはね 意外と、これ、プロ側からすると、えー、評価に下がったっていうね、えー、対象でもあります。えー、例えばなんですけど、もう、プロ一本で行きたいとかいう選手と、もともと進学しとって、あやっぱ、プロ行きたいかプロ行けたいっていう選手は、なんかね、やっぱ、その、取る側もね、えー、企業側も、えー、まあその、球団側もね、やっぱりこの、なんとかプロで活躍したい、なんとかもがきたいっていう選手をね、えー、取りたがるのが、まあ、普通のね、えー、ことなんで、えー、まあ、実際にね、 大学進学するとか、やっぱりそういう、ね、情報が、えー、出回ってしまったことによって、まあ、これはね、外れてしまったと。えーまあ、だから、もともとね、プロ一本で行きますってやったら、えー、もしかしたら、締め下げ取った、ね、可能性はあるんですけど、まあ、実際は、ね、そうじゃないっていうので、えー、外れたっていう、ね、可能性は高いですよね。ほんで、あともう一個があの、バッティングいいんですよ。バッティングいいんですけど、これね、僕もね、えー、前のその、 もう一個のね、えー、裏の方で、えー、言ってた、あのー、バッティングの話なんですけど、これはね、僕が非常にね、ちょっと、ね、気になってたね、話なんですけど、やっぱりね、バッティングがちょっとね、硬いんですよね、えー。バッティングが硬いっていうのはどういうことかっていうと、あのー、金属打ちなんですよ。だけどね、こう、逆に言うと、あのー、誰ですかね、こう、 左バッターとかでも、やっぱりエグい選手とか、キバットでも打てる選手って柔らかいんですよ。えー、まあ柔らかさのね、えー、柔らかい選手でいったら、ほんまに小僧の選手であったり、えー、ほんまにこうセンスのね、あるバッターっていうのは、もうみんなね、ちょっとふにゃふにゃなんですよ。この上がね、バットだから動いてるんですよね。えー、で、それに比べて、この森田選手っていうのは、えー、もうバットがもう完全にね、止まってしまって、まあ、そうやってね、打つバッターもいるんですけど、 それは意外とやっぱりねレベル上がってきたらやっぱねなかなか難しいんですよやっぱこうバットが、えー、木バットがねやっぱしなってるバッターじゃないとなかなかねプロとか上のレベルではね、えー、打てないんですよだからこうプロ野球選手のバッターって意外とこうねバットを動かしているバッターって多いじゃないですかあれはねこう柔らかくねしならせるためにねやってるだけでだからねそういう意味ではあのー 森田選手っていうのは、ほんまにね、えー、金属打ちの、えー、模範的な、ね、打ち方やったんで、えー、それでね、外されたんちゃうんかなっていうのもね、僕の中ではね、いくらあります。だからね、この木バット打ちとこの金属打ちのね、まあ違うを言うと、えー、だからね、ほんまあ、簡単に言うと、あのネオ選手とかってめちゃくちゃね、こう、金属打ちなんですよ。こう、衝撃打ちっていうんですかね、こう、あんまりバット動かず、こう、待っといて、来たら打つ。えー、ほんで、あと、 誰で大阪ね。えーまあ、そ東院っていうのは意外とねこの勝利球中をね、えー、意外とねこう注意されたり、えー、それがねネックになったりするんですよだからこうちょっとこう構えとかでもずっとこう固まってて、えー、こうやって引いて衝撃で打つっていうバッターと、えー、ほんまちょっとねこうくねくねで、ね、くねくねとか、えー、ちょっとこう柔らかくね、えー、ほんまだからあのー、昨日ねプロ野球とか見とっても やっぱりこういいバッターとかやっぱ打ってるバッターっていうのはねやっぱバットがこう動いてるじゃないですか,かそういう面ではやっぱ森田君はねバッティングの柔らかさがないだからキバットで、えー、ほんまにいいピッチャーほんまにそういう意味でのほんまのいいピッチャーと対戦した時に打てないっていう判断で、えー、プロ脂肪出したんですけどドラフトに、ね、かからなかったとまあこれはねありますね、えー、ほんであともう一個はね、えー、ポジションですよね、えー、ポジションがやっぱりねこのサード っていうのがやっぱサードね守れなのは、ね、非常にいいんですけどやっぱりサードだけじゃねやっぱだからサード、セカンドとか、えー、ショートとかやっぱ内野手全盤、ね、守れたらいいんですけどあのー、やっぱり、ね、サードだけっていうのしかね守れてなかったんで、えー、だから、ね、逆に言えば、ね、ほんまにこう複数ポジションがねできるならあのー、プロに履正社の監督がねまだねその経験とかね浅いですしあのー まあいろんなことを、ね、知ってると思うんですけどやっぱり、ほんまに、ね、プロをかせようと思ったらあの甲子園とかで、あのー、セカンド守れるところとか、ね、ショートあの守れるところとかを俺だと別に勝ってる球界とかに、えー、ちょっと、えー、この森田君をセカンドに行かせるとかそういう守備の面でもいろいろできるよっていうところをこうアピールしとったらほんまは良かったんですけどもともと進学予定でしたからもうそのサード1本で別に良かったんですよ。 でもこう急遽ね、プロに行きたいってなった時に、サードしか守れてないとか、サードしか守ってるとこね、見たことないってなると、やっぱりこう、なんかね、えー、こうこいつ守備できんのか、こいつ守備できひんのに、まあこいつ守備サードしかできんのこれはあんまいらんなっていうので、えー、僕はね、弾かれたっていうね、可能性もね、大にあると思うんで、えー、まあそのね、伸びしろとか、やっぱりね、そういう面で見ても、あの、基本的にはね、えー、ちょっとね、少ないっていうよりか、 えー、別に焦ってね高卒でねもともと進学予定のね選手ですからそんな焦って取るような、ね、必要のある選手ではないとそれやったら別に4年間置いてほんでほんまに活躍したらあのー、取るしみたいなねスタイルだと思います。でねね、えー、大学が、ねえー うわですけど、う、ま、わ、あ、っていうか、しっかりね、記事になってたんで、帝、え、京、ー、高校に行くんですって、じゃあ帝京大学に行くんですって、この帝京大学に行くっていうのは、僕はね、意外とちょっとこう反対かなとは思いますけど、まあでも逆に言えばね、えー、そのちょっとね、弱いチームであの目立つっていうね、えー、考え方は全然めちゃくちゃね、ありやと思うんですけど、なんかね、ここのね、 やっぱりね東京ね2部リ,リーグやったら僕は関西の弱い別に一部とかでね良かったんちゃうかなと、まあ、その東京に行ってしまえばね行ってしまうほどねやっぱりねそのまあいいと帝京高校とか大学とか行ったらまあそ,それなりにね目立つんですけどやっぱり東京はねほんまにこの一部のえぐい奴らがエグすぎるんでそういう面ではねなんか。 目立ちにくいですよねだからそれやったら、えー、関西のね、えー、なんかほんまに花園とかね、えー、仏教とかねそんな、えー、強くないけど目立つとかあと愛知とかね愛知三条とかその弱いとか言ってるんじゃなくて目立てるならねそういう大学に行ったらどうなったちゃうんかなとかも思うんですけどね、えー、もう決まってしまったらね仕方ないっていうことでねもともとね2分の大学に行くってことはねほんまにこうね 目立つレベルっていうのがめちゃくちゃゃく下がるんですよこれはもう間違いなくてあのー、もともとね一部やっただからチームが二部に落ちるっていうねパターンは別にね、えー、注目はねされるんですよだから逆に言うとあの立教大学行ったねあの誰、ー、やあのー、今日本ハムの奈良間選手とかね、えー、当時自分なんか高校生の時に、えー、パッと見とったら えー、立証がね大学優勝したんですよ。ほんでそこに、えー、七間選手は行ったんですけど結局ね2部、えー、リーグに落ちてしまったと理由がね。でもこういう場合ってその選手が一部の優勝した時の選手が入ってきたっていうことで、えー、その大学自体2部、えー、リーグでも注目されるんですよ。でもこの元々ねハから2部リーグ行くってことは。 なんか、ね、もうこれやる気あんのかみたいな感じでねその世間的にはね見られるんでそういう意味ではちょっとね評価あの下がるのかなとまあそこをね、えー、一部に上げたり、えー、ほんまの意味でね、えー、こうバーって打ったりしたらねまたね評価上がると思うんですけど結局ね2部リーグに行くとねあのその2部のピッチャーを打っても一緒とか、まあ、2部リーグやからなっていうね、えー、この感覚とか ほんまのじゃあ一部の、えー、えぐいピッチャーほんまの意味でレベルの高いピッチャーから打てんのかっていうね疑問とかこいつ逃げたなとかねそういうの世間的にね思われるんでえー、だからそういう意味ではねもっとねえー、レベル高すぎるところに行ってもね埋もれてしまうんでもうちょっとほんまね中間の1年生から出れる、えー、プロにも行きやすい、えー、大学にね行ったらよかったんかなと、まあ、それかね4年間耐えてほんまにアジアに行って もう中日に、ね、していこうみたいな感じでねいくんもね一個ね手段やったんちゃうんかなとか思うんですけどまあ一個言いたいのはあのー、このね大学4年間でやっぱそんなね厳しい大学でもなさそうなんで、えー、自分にね、えー、甘くなってこう遊びにねそれないように頑張ってほしいなと思いました。はい皆さん、ね、じゃあぜひコメント欄にそれじゃ